はい、どうもしんです。ちょっと待ち時間の間にですね、今使っている商品の、レビューではなく、こういう商品を使ってるよということを紹介したいと思います。これが何かというと、こういうクリップタイプの USB 扇風機でございます。でこういう感じになってて、 USB で充電ができて、この裏側の方に18650のですね、乾電池っていうかね、電池が入っています。2600mAh の充電ができるタイプの、なんていうかな、ものが入っていて、ちょっと開けてみますか。よいしょ、こういう感じで入ってます。なので普通の乾電池とは違いますので、注意が必要な感じですね。よいしょ、で閉めて、で、今 USB で充電中なんですけれども、もちろんこれを外してもできます。ちょっと外しますか。いいよと。で充電をすれば、3時間から6時間ぐらい使うことができるということになります。でここが、無段階調節になるんですけれども、これを回すことでこうやって風が来ますという感じですね。よいしょ。でこういう感じで回転もするし、ここの方にも回転がするという感じになりますね。で今これは、山脇さんからいただいたんですけれども、Amazon Basic の、これ重りですね、ダッシュボードでここに吸盤をねつけて、マウントができるタイプ、これを今私はこれをクリップをポンって止めて、で何て言うかな、重りとしてこの USB を使っています。でこれを、扇風機を何に使っているかというと、私が当たるわけではなくて、ここの方にですね、吸盤があって、で車載動画とかを撮るときにスマホを冷やしている感じでございます。こういうふうにこの USB 扇風機を使っているということをちょっと紹介したかったので、動画として、簡単ではありますが動画として紹介させていただきました。以上、 USB 扇風機の紹介でございました。ちなみにここはですね、白いブランドマークがあったんですけれども、車載動画を撮るときなどにですね、反射して見えづらいので黒いフェルトでかぶせました。見えるかな。はい、ということで、このクリップタイプの USB 扇風機、これ結構使えるかなということで、車の中で使う場合とか結構おすすめでございます。これでスマホを冷やしているということでございます。以上、新サマニア TV でございました。それではバイバーイ。